チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押してね。そうですね。早め。それ終わるとき言うんですよ。そうですね。ちょっと早めでした。こちらは。インドの人じゃないですか。こういうの着てきてる、ね、そういうの着てきちゃってるんだよね、はい、色がね。カレー屋さんではなく、坂口さんと言いまして、もう長いですね。長いですね。もう坂口さんがかれこれ前のところにいた時のアシスタントさんの頃からなんで、はい、東京来て21年目なんだよ。うん。そう考えると、もう3年。目とかの時だ。そうだよね。17年。8年かな。ほぼ20年近いお付き合い。やばい。子供一人成人してます。本当です。成人怖い。っていうぐらいからご一緒させていただいてて、なんか何人かいるこの男の中の一人。何人かいる男の中の一人。一人です。リュウさんね、いろいろいらっしゃるんですけど、はい、とてもカラーが上手。そしてカットも。もう七里ヶ浜に行けないのでやってって言うとやってくれま ますなので優しい方なので、結構相談にすごく乗ってくれて切ってくれる人なので、ぜひとも SUI SUI で SUI という場所でございますので、ぜひとも来てください。よろしくお願いします。で、今日はカットともう結構伸びましたので、やばいですよね。伸びましたね。伸びましたので、カットとカラーをやりたいなと。前回はイタッチですね。イタッチをしたんですよね。はい、なので前の色を残しつつって感じだったんですけど、今日どうですか。今日はちょっと抜けさすがに3月ですね。そう、もっとこういうとこ抜けたいけど逆に大人しくなっちゃうのが、はい、ちょっとちびまる子ちゃんになっちゃうんで、はい、そうですね。抑えたくないんですよ、色を。グラデーション、そうありつつ、またリタッチですか。カラーも本当に薄くアッシュドとか、黄色っぽいのがちょっと薄くて、あ、ちょっと黄色じゃない。はいはいはい。うん。ちょっと透明感。透明感出したい。で一点。透明感出したい。もう。うん。ちょっと透明感。で暗くならない。暗くならない。まあメインは根元ですね。やっぱね、皆さんも悩んでらっしゃる、やっぱ白髪、ホワイトヘアの方がちょっとあるので、それをまあやんないといけないですね。あとは、まあ、信じるか信じないかの、はい、白髪育成カラー。何ですかそれは。何ですか。今月。え？そこにポップがあるんです。本当だ。うちの可愛い子ちゃん、ちょっとそれを持ってきてくれる。ちょっと名前が言えないんで、うちの可愛い子ちゃん、娘が横にね、いるんですけど。こちらでございますか。カラーリングも白髪の原因になるんですけど。あ、そうなんだ。はい、で、まあ、あとは遺伝とか。はい、もう遺伝ですとか。もうストレスとかもあるけど、遺伝とか。うん。何個かやっぱり原因があるんですけど。はいはい。その中の一つに、うん、日々のこのカラーリングっていうのがあって、うん、1剤と2剤を混ぜて、基本的に作る。うん。そうしたときに、まあ、簡単に言ったら色を作る、黒い髪を作る、はい、場所にダメージを与えた成分が生まれたので、うん、でカラーを塗るとより一層そこにダメージがあって、うん、それがずっと続くじゃないですか、うん、そうするとダメージを負いすぎて色を出せない、うん、なるほどね。継続してやってると怒って、うん、なんかどん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 白髪が進行していくと、それを一つの原因がカラーなんで、うん、それをこの物質が生まれないようにしてくれるカラー剤、うんうん、すごいじゃん。頭皮にも優しくて、うん、白髪が増えるスピードが遅くなっていきますよっていう、まあ、5年後、10年後に結構差が出ますよみたいな。私も5年後のことしか考えてないから染まるんでしょ。染まるけど染まります。いつもの色でいきます、うん、なるほど。え、絶対じゃあそっちの方がいい。そっちをしようと思ってます。いやいや、相談して相談せずに勝手にやろうとしてた。そっちにしようと思って。 OK、はい、じゃあこのこれで、で
て透明感を毛先は、うんうん、増やす弱く塗るよ、うん、塗りますよ。でもそんなんができたんだね、白髪染めにも。そうなんですよ ね今日珍しいですね、男性が。そうなんですよ。そうです。前からいましたっけ、新入りさん。新入りから新入りでから塗れない。下にいたんですか。下にも。あ、そうなんだ。そうです。月の半分なら行ったりして。え、あの代表と一緒に。あ、そうなんですね。ヨガに。ヨガじゃない。あれ、代表ヨガですよね。ヨガの代表。ヨガと宇宙。ね、宇宙とヨガの。ですよね。とんでもない美容室ですから。危険な美容室。危険な美容室。はい。そういうご飯会とかさ、飲み会とかもやっぱ少なくなるわけじゃない？合コンとかもね。ねえ、そう考えるともう時代が変わりすぎて。クラブとか行かないでしょ。行くの？行ったことないでしょ。やばい。何歳なんですか？何歳？22歳。22歳ですよ。まず酒飲めない。あ、そうですよ。お酒飲めない。あ、でもまあそれはね。だからそれぞれなかなか。でもまあでも音楽聴きに行くっていう人もいるんじゃない、クラブに。音楽はね、音楽のジャンルで言ったらだって、こう見えてラップが面白い。面白いですよね、ギャップが。なんかあの僕出会った頃の僕ならわかるよ。いや、わかるよ。でしょうねってなるし、ラップだよね、こんななって、ダボダボになる。知らないでしょ、その頃の坂口さん。知らないでしょ。やばいから。めちゃくちゃ面白いよ。だってそういうなんか モテたい男性がこんな髪型してた時に尖った靴履いて、大体ね、みんな尖った靴になんかこう、はい、ウエストにこう切るやつ巻いて、ローライズの、そう、はい、デニムとかで、そうデニムとかで、はい、そういう時代に坂口くんはドレッドヘアだ。美容師さんって普通なんかこう髪型変えたりさしたいじゃないですか。変えられないじゃんっていう。洗えない。ターバン巻いてる。ターバンを変えるみたいな。そう。こうやってペタペタ貼るわけですよ。どんな感じになるのか。はい。先は薄く。はい。はい。さあ。さあさあ。毛先は透明感ですか。そうです。黄ばみを取る。今めちゃくちゃ雨降ってましてね、外は。すごい。急な雷雨、はい、雨の音が入っているかもしれません。天窓が。ね、天窓がちょっと。うるさくて。響いちゃう。はい。これはあの色的に言うと。そういうことです。何色って言えばいいんですか。そういうことなんです。はい、そういうことなんです。聞いてんですけど。色で言ったらあれですね。アッシュとバイオレット。アッシュとバイオレット。はい、青みです。青みですね。青みで少しこう赤みを消す。はいはい。でバイオレットを補色で黄みはいはいを抑えていただくようにバイオレットは。なるほど。くすんだ、うんうんうん、ブラウンとか、うん、くすんだベージュとかそういう。はい。なるほど。なるほど。あれは残るんですか？そのハイライト。ハイライト。残ります、ね。残りつつ。エミチューブって言うんですよ。光栄でございます。チャンネルでございます。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。グッドボタンも押してね。そうですね。早め。それ終わるとき言うんですよ。そうですね。ちょっと早めでした、ね。カラーのお悩みでもよく来ますから。あ、本当ですか。はい。白髪は特に。皆さん悩んでるんですか。そうです。どうしてますかと。ねえ、染めてますよ。結構若い頃からあったよね、私ね。全然ね、しょうがないですからね、こればっかりは。そうです。若白が女子でしたからね。うちはもうね、母親も父親も白髪家系ですから、はい、もうね、白髪族の一員ですから私は。もう将来約束された白髪族なんで、はいはい、爆発みたいなのいけるパターンいけるんじゃないですか ね、母親を目指してってことですよ、ね、グレーヘア的な。いいですよね、あれは。なんか年齢慣れないですか。そうそうそう、年相応になればかっこいいよね、うん、はい、でも諦めたくないなと思って。そうそうそう、ギリギリまで。わかります、うん、もうそっち派です。否定はしないし、そう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 、むしろなりたいけど、そう、時期はそうです、まあ、なるべくそうだねがいいかな。そうですね、うん、
それでまた何分とか5分ぐらい5分で、はい、5分だそうです。染めが終わりまして、今からカッツに入ります。なんかやっぱ伸びんの早いよね。早いっすね私ねなんか伸ばしてるんですかって本当言われるもん。全然そんなことない、うん、取ってくんない、後ろから。カット後ろから見たい。あティッシュ詰めた。子供が風だって。鼻にティッシュ詰めた。マジで。いろんな子いたよね。新幹線で。新幹線ね。聞いてる人マジ何の話やる。何の話。新幹線は新幹線みたいな顔してて。そうですね。顔が大きい。唇お化けは唇お化けみたいな顔して。そのままで。唇お化け。ロブヘアって結構表現がすごい難しいんだけど、はい、一歩間違えると、はい、なんていうのかな、ファッション寄りにするボブと、はい、モテそうなボブとっていうのかな、はいはい、なんて言えばいいんだろう、はいはい、女子感が出るボブとあるじゃん。かわいいらしい。そうそうそう、なんかこうふわ、はい、でちょっと長めで、はい、なんか私あれをやると結構こうもさっとしちゃうんだよね、はいはい、なんかもう後ろは短くてとかは絶対好きなんだけど、あ、頭の形も綺麗になりますあ、そうなのかね。ショートボブがいいわけです。シャギー感は出ちゃうと、毛先がこう薄くなるパターン。細い。そう。毛先に細い。そう、なんかあの、はい、毛先細パターンがとてもダメなんですよ。はい、そうですね。一時期やってたんですけど。昔そういう時代性ありましたからね。スカスカなと。そうそうそう、スカスカ系の時代ありました。あったけど、やっぱこう厚みがありつつちょいパツンみたいなのが、はいはい、やっぱ好きだな。好きです、ね、うん、パッツンボブっていうのは毛先がどうなるんですか。こうピュッと切り方が違うの。なんかあのめちゃくちゃパッツンだったら、うん、あれです、足、あ、切るんだ。足、うんうんうん、パツンって切り口を出したくない時は、うん、こうギザギザに。へえ。ギザギザ具合によって、うん、細かいギザギザだったらちょっとパッツンよりも、うんうんうん、大きくこうバシンバシンバシン、あ、なるほど、ね、やると切り口がなくなる、うんうん、やる。あ、そういうことなんだ。うーん、左のサッスンとかは懐かしいね。バシン、ちょい前に流行ったパッツンボブはギザギザなの。作り方にもよる。うん、バシンって出てるけど、なんかちょっと柔らかく見えるみたいな。もう、うん、あ、なるほど。あとは好みもある。あります、ね。私はもうさ、髪の量的にはシャンプーして最後こう絞る髪をね、時にもほぼつかめないっていうぐらいが好きな。掴めそうで掴めないってぐらいが好きです。好きなの。そうだ、掴めちゃうと、あ、ちょっと今回長かったな、はいはいはい、あ、結構これ伸びの早いわってなる。そう、掴めないとよし、よし、そこ基準、そこ基準。そう、そうなの。お風呂上がりの基準だよね。切った後に私はちょっと絞りたい。後ろが絞れるのか、絞れるのか、そう、どうかっていう、こうちゃんとしたい。そういうのあるじゃん、自分のさ、自分の物差し、自分の物差し、はい、ありますよね。人にはちょっとわからない感じの、はい、襟足に沿ってギュッて絞るぐらい、はいはいはい、寄せて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 、首を出さないと似合わないですよ私ね。ああ、そう、なんかだからまあショートなんでしょうけどっていうとこなんだよね、きっと。あ、もうまだ全然長いね、ここがね、ここがね、まだ絞れる。絞れるか絞れないかだから、あ、いいんじゃない。捨てそうで結べなさそうな、結べなさそうな具合。じゃんがじゃんがじゃん、できました。はい、できました。そっちの方が硬いです。はい、
最近もオイルにしてる。ああ、もうさらっと、うん、なんかオイルもありますよ。あ、本当？はい、ここのさ、なんか束感が出てほしいよ、オイルで。こんな感じですかね。はい、ここでもちょっと落ち着かせつつ、落ち着かせつつ、はい、サイドもね、あ、すっきりしましたね。はい、はい、すっきりしてます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録ではここですよ。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもぜひよろしくお願いします。さよなら。